遅刻など言語道断。契約は白紙だ。申し訳ございません。駅で困っていた盲目の女性を助け、商談に遅れてしまった。そんな俺に取引先の社長は怒り、謝罪するも全く聞いてくれない。先ほどのことを説明しても、より怒らせてしまうだけだった。明らかに絶望的な状況に、俺は肩を落として会社を出ようとしたとき。この声は、あなたは先ほどの。助けた女性が現れ、衝撃的な事実を知ることに。彼は私を助けてくれたの。彼女のおかげで、一気に状況は形勢逆転する。それだけでなく、俺はまさかの展開を迎えるのだった。俺は岩田幸厚、31歳で何年も恋人がいない独身だ。俺は都内にある工業製品を扱う会社の営業マンをしている。岩田先輩、この後時間ありますか？この間助けてくれたお礼に飯でもおごらせてください。ああ、ありがとう。でも自分の分はちゃんと出すよ。昔から俺は誰かの面倒を見ることが好きで、正義感も強い。そんな性格だからか、後輩たちからの信頼は厚いと思っている。そういえば、この間取引先が岩田先輩のこと褒めてましたよ。先輩ほど信頼の置ける人はいないって。あはは、大げさだな。信頼関係を第一に考える俺は、誠実な営業スタイルを貫いている。そのため、飛び抜けた成績を上げることはないが、顧客からの信頼は強く、安定した売り上げを維持している。おい、岩田、お前のやり方は甘いんだよ。営業マンは商品を売ってこそだろ。そんな俺は、上司である松平智信課長と営業スタイルをめぐって対立していた。家庭より数字を重視し、とにかく結果を最優先させるために、強引な営業を部下に強要する松平課長。俺はそのやり方を受け入れることができなかった。課長、顧客のニーズに合わない商品を無理に売り込むのは自分にはできません。長期的に信頼を築く誠実なやり方が結果的に利益につながると思います。俺は自分の信念を貫き、ニーズに合わない商品を売り込むように言われても、それを断り続けていた。そんな俺を特に慕ってくれる後輩が二人いる。私も課長のやり方ができなくて、岩田さんみたいにはっきりと言い返せたらいいですけど。無理はしなくていいよ。特に女性である君は男性である課長に言いづらいだろうし。一人は川崎エマさん。彼女は少々気弱ではあるが、優しい性格で常に顧客のニーズに寄り添っているため、俺同様顧客からの信頼が厚い。そうですよ。そういうのは男である俺や岩田先輩に任せてください。もう一人は畠山雄二君。コミュニケーション能力に優れていて、観察力もあるので、顧客が本当に欲しいものを見極め、的確に売り込んでいる。俺はこの二人を中心とした後輩社員をはじめ、同僚たちから強い信頼と支持を受けていることや、安定した成績を上げていたことから、職場で一定の影響力がある。本当にムカつくやつだな。下手に手を出したら、俺が上から目をつけられるし。松平課長はそのせいで、俺を表立って処分できないと目障りに感じているらしい。そのため、俺は信頼できる仲間と一緒に自分の仕事をこなしていた。岩田先輩、課長のことを聞きました？ああ、例の結婚の話だろ？そんな対立にある日変化が訪れた。松平課長が取引先の幹部の娘さんと結婚し、社内のパワーバランスが大きく変化したらしい。というわけで、これからは課長じゃなくて部長と呼ぶように。結婚後、松平課長は部長に昇進。彼の将来を見越し、多くの人物が松平課長にすり寄り始める。急にみんな、松平部長にごますり始めましたね。あんなあからさまに、あまりいい気はしないです。この二人を除いて、今まで慕ってくれた後輩たちは、松平部長と対立する俺の育成に不安を感じて離れていった。さらに、俺は松平部長から嫌がらせをされるようになり。この顧客は今日から俺が担当する。え、しかしこの顧客はずっと俺が。部長命令だ。お前は俺に従え。顧客を奪われ、結果が出せなくなっていた。どうしたものか。押し付けられた雑用をしながら、俺は頭を悩ませるのだった。
ゆきやつ、お前は本当に俺たちそっくりだな。そうかな。だとしたら嬉しいな。俺の両親は二人とも警察官をしていた。そのため正義感の強い人物だった。そんな両親に育てられた影響で、俺自身も誠実で正義感の強い性格になったのだろう。これから先、いろんなことがあるだろう。でも、自分の信念は曲げるな。うん、わかったよ。両親の教えから、どんな苦境にあっても自分の方針を曲げるつもりはなかった。しかし、そんな両親が同時期に大きな病気を発症し、共に介護が必要な状況となってしまう。雪圧、すまないな。迷惑をかけてしまうわね。気にしなくていいよ。俺が好きでやってることだから。俺は仕事と介護を両立させるために、日中仕事をしている時間はケアサービスを頼りながら、なんとか両親の面倒を見ていた。だが、介護費用が俺の生活を圧迫し、次第に金銭的に厳しくなり始める。このままじゃ、生活していけなくなる。営業マンとしての俺の給料は歩合制だ。それなのに、ここ最近の営業成績が不振だったため、給料は月ごとに下がっていた。生活費や両親の医療費、介護サービスの費用に充てるお金がだんだん足りなくなっていく。岩田先輩、大丈夫ですか？なんだか疲れた顔されてますよ。ああ、大丈夫。俺なら平気だよ。肉体的にも精神的にも追い詰められる中で、俺は苦悩していた。そんな折だった。君の後輩に聞いたよ。最近不審らしいね。私でよければ協力させてくれないか？長年俺が誠実に対応してきた顧客の一人が俺の不審を知り、大手企業の社長を紹介してくれることに、俺の誠実さや信頼関係を重視する営業スタイルがここに来て実を結んでくれたのだ。岩田幸也と申します。よろしくお願いいたします。白井大吉だ。紹介された社長は白井大吉という人で、不愛想で無口で、常に不機嫌そうな難しい男だった。正直、難易度が高く、難しい取引である。それでも誠実で、真面目な対応を心がけたおかげか、徐々に彼の心を開かせることができた。君なら信頼できる。契約しよう。白井社長は少しずつ取引の中で笑顔を見せ、ついに契約を結ぶ旨を伝えてきた。実はプライベートであまり良くないことがあってな。それで君には嫌な態度をとってしまった。申し訳ない。そう謝罪してくれた白井社長。だが、ひたむきで仕事に対して真摯な俺の姿を見て、目が覚めたと告げてくる。これからは、君のような人間と長い間取引をしていきたい。ありがとうございます。降って湧いた大型の長期契約の話に、社内は湧いた。よくやった岩田くん。これで我が社も安泰だな。特に社長は大喜びし、昇進も考えると言ってくれた。それにお礼を言い、松平部長の方を見る。ちっ、これじゃ、またあいつの影響力が戻りかねないじゃないか。恨めしそうな視線から考えて、彼はよく思っていないらしい。そのせいか、松平部長から一層ひどい嫌がらせを受けるようになった。おそらく、例の大型契約を邪魔したいのだろう。おい、今週末出張してこい。え、今週末って、もう明後日じゃないですか。急だからなんだ？これは決定事項だ。慣れない介護疲れで疲労困憊な俺を振り回すため、必要のない雑務や出張を、これでもかと入れまくってきた松平部長。そんな彼からの嫌がらせに必死に耐えながら、仕事をこなす日々。岩田さん、この雑用は私に任せてください。岩田先輩、こっちのは俺が行くので、少しでも休んでください。川崎さんと畠山くんが助けてくれるから、まだなんとかなっている状態だ。それでも、疲労というものは溜まっていく。あれ、今何時？しまった！寝過ごした！大型契約を結ぶ当日の朝、連日の疲労が積み重なり、俺はつい寝坊してしまった。急いで準備を整え、なんとかギリギリ間に合う時間に駅にたどり着く。新幹線のチケットも無事に購入し、ホームへ向かおうとした時だった。あれ、あの人どうしたんだろう？ふと困った様子の女性が視界に入る。あの、すみません。
誰か助けてくれませんか？彼女は道行く人に助けを求めていたが、どうも見当違いな方向に声をかけていた。その様子に何か不審なものを感じた俺は、急ぎながらも近寄って声をかけることに。大丈夫ですか？俺が声をかけたことで、こちらに振り返る女性。それにより、彼女の顔を間近で見ることになり、目が見えていないことに気づいた。もしかして、目が。ええ、そうなんです。ここまではタクシーで何とかやってこれたんですが、チケットの買い方がわからなくて。そう話す女性を駅員の元まで案内し、チケットの購入を手伝う。俺も同じ駅に向かう予定なんです。よければ一緒に行きませんか？ありがとうございます。よろしくお願いします。偶然にも行き先が一緒だったこともあり、その女性、石川瑞希さんと道中を共にすることになった。それから俺は瑞希さんを先導しながら、なんとか時間内に新幹線に乗ることができた。失礼ですが、どうして目が見えないのに一人で来たんですか？どうしても最後に父に会いたくて、家を飛び出してきたんです。え、最後って？俺の問いかけに、彼女は自身がもう余命いくばくもないことを告げてきた。瑞希さんの体は、至るところが病魔に侵されているらしい。盲目になったのも、その影響だそうだ。旅立つ前に、幼い頃に母と離婚した父に会いたかったんです。だが、彼女の母曰く、父はもう自分には興味がなくなっているらしく、会いに来てもらえなかった。諦めようとも思ったが、どうしても諦めきれずに、母をはじめとした周囲の反対を押し切り、飛び出してしまった。その結果、迷惑をかけて本当に申し訳ありません。俺が好きでやってることなので気にしないでください。可能な範囲でお力になりますよ。できる限りのサポートを約束した俺は、現地に着いた後は行く当てがあるのかを尋ねた。何でも彼女の母の妹であり、都内に住むおばに出発前に連絡を取っており、迎えに来てもらう予定らしい。え、来てない？しかし、現地に着いても誰も迎えに来ていなかった。瑞希さんがおばに連絡を取ると、どうやら本気にしておらず、迎えに来ていないらしい。すぐに来てくれるそうですが、ちょっと時間がかかるみたいです。少しだけ困ったように笑う瑞希さん。きっと、不安と恐怖に苛まれているのだろう。そんな彼女を一人にするわけにもいかず、葛藤しながらも俺は、白井社長の会社に遅刻する旨を連絡した。終わり次第向かいますので。はい、失礼します。私のせいで本当に申し訳ありません。会話の内容を聞いていた瑞希さんは申し訳なさそうに頭を下げる。大丈夫ですよ。もし今回失敗してもやり直せるかもしれない。でも君のチャンスは今回しかないんだろ。なら優先すべきはどちらかは明白だ。俺の言葉に涙を流す瑞希さん。雪圧さんに会えてよかった。私にとってあなたは幸運の神様です。大げさだよ。ただの冴えないアラサーのおっさんでしかない。苦笑いしながら俺は彼女にそう返答した。それに瑞希さんも微笑む。雪圧さんの姿を見てみたかった。きっと優しい顔をしている。でもこんな状況でもなかったらあなたと知り合うこともなかった。運命は不思議ね。ええ、本当に。瑞希さんの言葉に同意する。何とも言えない雰囲気が俺たちの中に流れた。それからしばらくして、俺は迎えに来た瑞希さんのおばに彼女を引き渡し、急いで会社に向かった。遅くなり申し訳ありません。遅すぎる。今まで何をしていた。予定時刻から1時間後に到着した俺に対し、白井社長は激怒していた。君が遅刻するような人間だとは思っていなかった。本当に失望した。遅刻などするような人間と契約したいと思う人がいるのか？大変申し訳ありません。実は。怒りながら詰め寄ってくる白井社長に謝罪し、正直に盲目の女性を助けて遅れたことを明かす。すると、よりによって、俺にそんな嘘をつくのか？さらに白井社長は激怒した。遅刻など言語道断。契約は白紙だ。申し訳ございません。金輪際、君には関わるつもりはない。そう告げ、会議室を後にする白井社長。
謝罪以外口を挟む余裕もなく、俺は呆然と立ち尽くすしかなかった。はぁ、どうしたものか。部屋から出た俺は、これからのことを憂いてため息をつく。水木さんを助けたことには後悔はない。しかし、今まで築き上げた信頼と仕事が、こんな簡単に崩れてしまうなんて。営業部の岩田です。どうした？契約破棄でもされたか？契約の失敗を伝えるために会社に連絡すると、電話に出たのは松平部長だった。彼に報告すると、契約が失敗に終わったことを嬉しそうにする松平部長。今回の契約失敗で社長の心象は最悪だろうな。あとは何かしらの理由をつければ、長らく目障りだったお前を消せる。笑いながら言われた言葉に言い返せず、俺は黙るしかなかった。帰りを楽しみにしている。そう言い、松平部長は電話を切った。俺は肩を落とし、会社を出ようとした時だった。あら？あなたは先ほどの。え？玄関ロビーで、先ほど助けた水木さんと彼女のおばと遭遇した。おばの方に声をかけられたことで、俺は二人の存在に気づいた。あれ？水木さん？この声は、あなたは先ほどの、雪圧さんですか？まさかの再会に、お互いに驚きながらも笑顔を浮かべる。あの、本当にありがとうございました。お仕事があるのに、こんな私に時間を割いてくれて。あの後、お仕事は大丈夫でしたか？心配そうな表情になって尋ねてきた。ああ、まあ大丈夫ですよ。でも、声がなんだか暗いですよ。俺が気落ちしていることを見抜かれ、嘘をつく余裕もなかった俺は、つい契約が失敗してしまったことを口にしてしまう。それに対し彼女は、本当に申し訳ない。と謝罪してきた。あ、水木さんのせいではないので気にしないでください。でも。それよりどうして水木さんたちがここに？慌てて取り繕いながら会話の流れを何とか変える。父がこの会社の社長をしていて会いに来たんです。どうやら水木さんは白井社長の娘さんらしい。その事実を知り仰天してしまう俺。水木さんの方も契約を断った会社の社長が自身の父だと知り驚いている。父にあなたから助けてもらったこと、ちゃんと説明したいんです。同席してください。わかりました。彼女の行く末が気になったこともあり、俺は提案を飲むことに。それから、水木さんとおばが受付で話を通すと、待合室に通される。すると、それから間もなく、ドタバタと大きな足音が響き、待合室の扉が開かれた。水木！そして、血相を変えた白井社長が現れる。水木、本当にお前なのか？彼は水木さんの姿を見て、おえつを漏らしながら涙を流して膝をつく。そんな白井社長のもとに、水木さんが一歩ずつ歩を進め、手を差し出した。お父さん？ああ、そうだ。水木、お前にずっと会いたかった。でも、どうして俺のもとに？俺のことなんて大嫌いで、絶対に会いたくないって。え？お父さんこそ私にはもう興味がないから会わないって。お互いに戸惑った様子を見せる二人。どうやらお互いに誤解があったようだ。だってお母さんがそう言ってたんだよ。そして二人の間に生まれていた長年の隔たりと誤解の原因はすぐに判明した。原因は白井社長の元妻であり、水木さんの母親だったのだ。何でも、水木さんの母は白井社長には水木が会いたくないと言ってるからと説明し、水木さんにはあの人はもう私たちには興味がなくなってると説明し、二人を遠ざけていた。どうしてお母さんがそんなことを？姉さんはその人を毛嫌いしているからよ。疑問を投げかけた水木さん。それに答えたのは今まで黙っていた彼女の母の妹であるおばだった。彼女は白井社長に冷たい視線を向けながら語り始める。その人はね、ずっと仕事にかかりっきりで、育児も家事もすべて妻である姉さんに任せっきりだったのよ。そして、当時白井社長は育児ノイローゼにかかった妻に理解を示さず、甘えるな、育児はお前の仕事だ、など、ひどい言動をしたそうだ。最低の夫であり、
父親だったその人を遠ざけようとしたのは当然よ。そう吐き捨てるおば。彼女からしてみれば、大事な家族である姉を苦しめた存在なのだ。冷たい態度になるのも仕方ないことだろう。彼女の言う通り、私はひどい男だった。夫としても父親としても謝罪してもしきれないと思っている。白井社長は反論することなく、自身の過去の間違いを認めた。彼曰く、家族を失ったことが自分の考えを顧みるきっかけに。そして時間が経つにつれて、自分の愚かさと家族の大事さに気づいた。気づいてすぐに元妻に謝罪した。そして何度も瑞希に会いたいと願ったが、無理だった。瑞希が拒絶していると。せめて金銭面だけでもサポートできればと、養育費の支払いは当然欠かさなかった。そんな金銭面のサポートを上乗せしてほしいという、元妻から連絡が入った時は何事かと思ったらしい。その時、瑞希が重篤な病にかかり、失明してしまったこと、余命がわずかであることを伝えられ、絶望した。一目だけでも会いたい、見舞いたいと願ったが、それも拒否されて、心配と苛立ちが募っていた。白井社長の話を聞き、彼が言っていた。プライベートであまり良くないことがあった、というのが、瑞希さんのことだと納得した。すると、白井社長が俺の存在に気づく。どうして君がここにいるんだね。そして不満そうな表情を浮かべる白井社長。お父さん、雪厚さんが遅刻したのには理由があるのよ。どういうことだ。彼は私を助けてくれたの。そんな白井社長に対し、瑞希さんは駅でのことを説明する。母の反対を押し切り、駅に強引に向かった自分をここまで導いたこと、そしておばが来るまで付き添ってくれたのが俺であると明かした。君の話は本当だったのか。疑ってしまった上、責め立ててしまい申し訳ない。俺が説明した遅刻理由が本当だと知り、驚愕しながらもすぐに謝罪する白井社長。雪厚さんが遅刻してしまったのは私のせいなの。だからダメになった契約を再開してほしいの。そう言いながら、瑞希さんは白井社長に頭を下げる。これが娘としての私の最後のお願いよ。頭を上げてくれ、瑞希。そんなことをしなくても契約は締結するし、なんなら色もつける。そんな瑞希さんの頭を白井社長は優しく上げて微笑む。その言葉を聞いた彼女は安堵したように笑みを浮かべる。私もあなたの役に立ててよかった。そういう瑞希さんの笑顔はとても美しかった。瑞希を助けてくれ。案内してくれて本当にありがとう。白井社長は改めて俺に感謝を述べてくる。それに対し、おばが。本当はそのまま、瑞希を帰らせるつもりだったわ。静かな口調で話し始めた。実際、姉さんからはそのまま帰らせてくれて連絡があったわ。でも、瑞希の強い意志や、見ず知らずの他人のために付き添ってくれた雪厚さんの好意を尊重して、ここまで案内してきたわ。そう、なのか。君は瑞希と私を会わせてくれた恩人だ。ずっと会いたかった父に会えたのは雪厚さんのおかげです。本当にありがとう。おばの話を聞いた白井社長が涙ながらに頭を下げる。さらに瑞希さんまで俺に頭を下げてきた。大手企業の社長とその令嬢に頭を下げられ、すっかり恐縮してしまった俺。やめてくださいよ。おろおろしながら俺が言った時、瑞希さんがふらふらと足元から崩れ落ちる。とっさに受け止めた俺の腕の中で、ぐったりとしている瑞希さん。瑞希さん！瑞希！すぐに救急車を！彼女はそのまま近くの病院に運ばれることに、俺も病院までついていき、瑞希さんのことを案じていた。岩田君、君は一度会社に戻りなさい。そうよ、あの子には私たちがついているから。しかし、白井社長とおばが付き添うとのことで、俺は一旦会社に戻ることになった。ただいま戻りました。待っていたよ、岩田くん。本当に君は素晴らしい人間だ。それから会社に戻ると、俺は社長から手をつかまれて祝福された。近々君を課長に昇進させよう。それに特別ボーナスも支給する予定だ。
何でも白井社長は予定していた契約内容以上の契約を結ぶ旨を社長宛に連絡したらしい。まさかの大逆転劇にあっけに取られる俺。さすがです、岩田さん。岩田先輩ならやってくれると思ってました。しかし、仲の良い後輩たちをはじめ、周囲の喜ぶ顔を見て、ようやく喜びを実感することができた。一方、俺を追い落とす算段をつけていた松平部長。彼はライバルの昇進に明らかに不機嫌な様子だった。岩田くん、水木なんだが、やっと安定してね。面会の許可が下りたんだ。よければ会いに来てくれないか？それから俺は白井社長の連絡を受けて、水木さんの見舞いに訪れた。水木さんに出会ったおかげで、大きく状況が変わりました。俺は彼女にいろいろなことを報告した。特別ボーナスと役職付きによる昇給で金銭的に余裕ができたこと。リハビリに強い病院に両親を通わせるようになり、状態が少しずつ良くなり、負担が減っていること。何より白井社長との大型契約のおかげで仕事に余裕ができたので、前のように安定した仕事ができるようになり、社内の立場を取り戻せました。川崎さんたち以外にも、俺の近くに来てくれるようになった同僚や後輩たち、彼らは今まで俺を助けず、放置していたことを謝ってくれた。そのため、俺も彼らを受け入れたことで、以前のような雰囲気に戻っている。君こそ、俺の女神様だったんだね。疫病神にならなくてよかった。微笑みながら告げる俺に、水木さんは顔を赤くしながらも笑いながら言った。それからも、俺は暇を見つけては水木さんの元に見舞いに行った。最近体調はどうですか？相変わらずです。そういえば病院の中庭は見ました？今綺麗な花が咲いているって看護師さんたちが言ってましたよ。そうなんですか？もしよければ一緒に味わいに行きませんか？車椅子なら俺が押しますし、そんなに素敵ならきっといい匂いもするでしょうし。仕事の話以外にも、たわいもない話をしたり、調子のいい時に少しだけ散歩したり、そんな時間を過ごしているうちに、彼女と話をしていると心が安らいでいることに気づいた。きっと、こんな状況でなければ、水木さんに惹かれていたんだろうな。俺はそう感じていた。岩田さん、最近何かありました？なんていうか、雰囲気ちょっと変わりましたよね。俺の変化は、後輩たちにすぐにバレてしまった。彼ら曰く、俺は仕事の時はいつも通りなのだが、就業時間になった途端に上の空になっているらしい。ああ、実は、今まで助けてくれた後輩たちに黙っているのは忍びない。そのため、俺は諸々の経緯を説明した。そうだったんですか。ほんと、岩田先輩は優しいですね。俺の話を聞いた二人は、複雑そうな顔をする。すると、川崎さんがあるスマホの画面を見せてきた。これ、今流行ってるんですけど。彼女が見せてきたのは、女性ものの香水のネット記事。会社の近くの店で売られているもので、優しい香りが女性の人気を集めているらしい。とてもいい香りなので、喜んでもらえるんじゃないかなって。ありがとう。早速買ってみるよ。見せてくれた記事をしっかり覚え、早速俺は店に行ってみることにした。いいんですか？川崎さんって。いいんですよ。これで、私は岩田さんには幸せでいてほしいので。そんな会話が後ろでされていることには気づかずに。水木さん、今日は後輩におすすめされた香水を買ってみたんだ。匂いを楽しんでみないか？ありがとうございます。本当だ。とってもいい匂い。その香水の香りに彼女も喜んでくれ、俺も嬉しくなったものだ。しかし、楽しい時間というのはあっという間だった。それから間もなく、水木さんはこの世を去ってしまったのだ。雪圧さん、あなたに会えてよかったです。彼女は最後に、俺にそう言ってくれた。俺は、違う形で、君に会いたかった。そんな彼女に、俺は涙ながらに告げる。俺は、惹かれてはいけないと分かっていたのに、水木さんとの居心地のいい時間に惹かれていた。ふふ、遅いです。俺の言葉に笑いながらつぶやく水木さん。私はもっと前からそう思っていましたよ。
見ず知らずの目の見えない私のために大事な仕事を放り出して、嘘みたいに優しくて正義感に強いあなたと出会ってた時に。言いながら水木さんは満足そうに笑う。この笑顔の美しさを俺は一生忘れないだろうな。俺は強くそう思ったのだった。水木さんの葬儀には白井社長と彼女の母、両方が揃っていた。娘のために涙を流す二人。微妙な距離はあるが、険悪な雰囲気は流れていないあたり、彼らなりの決着もついているのかもしれない。水木さん、短い間だけど、君と一緒に入れた時間は、俺にとって最も幸せな時間だったよ。せめて、病気になる前に出会っていたら、もっといろんな思い出を作れたかもしれない。だが、あんな風に運命的な出会いもできず、ただの他人で、ここまで彼女を思うことはなかったからかもしれない。大好きです、水木さん。俺のつぶやきは誰にも拾われることはなかった。それからしばらくして、会社では大きな変化があった。松平部長の社内不倫が発覚し、彼と取引先の幹部の娘が離婚することになったのだ。彼には部長という立場はふさわしくないな。もともと取引先との関係を考え、松平部長を昇進させた社長。彼は早々に松平部長を降格処分することを決定した。くそ!なんで俺が!減給降格の上、平社員からやり直すことになった松平元部長。だが、もともと強引なやり方で取引先からも、部下からも評判が悪かった彼の末路は悲惨なものだった。結果を残せず、会社でも居場所はなく、サポートでも仕事に入っても、強引な関わり方で余計なことをして、邪魔をする疫病神として扱われるように。私たちは岩田さんにしたこと、忘れてませんから。絶対に許しません。一人で頑張ってください。いつもなら気軽にフォローしてくれる二人からも見放され、孤立無縁の状態に。次第に周囲から邪魔者として扱われることに耐えきれずに心を病み、最終的に彼は会社を去ったのだった。いなくなってせいせいしますね。ええ、これで穏やかに仕事ができます。あまり人の悪口を言うものじゃないぞ。後輩たちにそう言いながらも、俺もどこかすっきりしていた。ちなみに、退社を惜しむ者は誰一人としていない状態。みんなの冷たい視線に背を丸くした松平が、俺たちの前に現れることはなかった。岩田くん、一緒に水木の墓参りに行かないか?その後、俺は白井社長に誘われて墓参りに訪れた。水木さん、あなたに約束させてくれ。これからも自分を曲げず、まっすぐ誠実に生きていく。それを天国の幸運の女神に誓った。水木さんの墓参りをした翌日、俺は少し早めに出社した。本来なら、この時間は誰もいない。川崎さん、本当にこのままでいいんですか?しかし、畠山くんの声が聞こえた足を止める。どうやら、川崎さんと畠山くんが話をしているらしい。川崎さんって、岩田先輩のこと。そうだね。うん、好きだよ。入社したばっかりの頃にたくさん助けてもらって、気づいたら憧れから好きになってた。川崎さんの言葉に俺の息が一瞬止まる。確かに彼女が入社した時に教育係だった俺は何かと助けていた。でも私じゃ水木さんにかなわないから。どこか悲しみを含んだ声で言う川崎さん。俺はどんな顔をして二人に会えばいいかわからず、そのまま後にするのだった。ほんと、二人とも他人のことばっかりなんだから。ここは後輩として一肌脱ぎますか。この後、俺が独り身を貫くのか、それとも新たな幸せをつかむのか、それは俺と川崎さん、そして奔走した畠山くんのみが知ることになる。いかがでしたか?チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また、次の動画でお会いしましょう。